港区は東京都の区部中央に位置する特別区。港区のパノラマ前景旧芝区、旧麻布区、旧赤坂区が合併して誕生した。江戸時代は広大な武家屋敷と町人町が混在していた。区名に港とあるように区域の東側は海岸、江南地区で東京港に面し、米エリアの一部である台場を含む。東側は江東区と向き合い。 北側は中央区、千代田区、新宿区と西側は渋谷区と接する。南隣は品川区である。千代田区、中央区とともに都心3区と呼ばれる。新聞社や放送局などのマスコミや IT 企業などの本社や外資系企業の日本支社が多数立地しており、日本経済の中心の一端を担っている。 テレビ放送における民放キー局は全て港区に一致している。虎ノ門や新橋、汐留、芝、江南などは大規模なオフィス街となっている。青山、赤坂、六本木、お台場などは商業エリアという面も強く、麻布や白金台、高輪いった多くの高級住宅街を要し、様々な表情を持つ。赤坂御用地。 京浜館赤坂離宮をはじめとして、芝公園、白金台の自然教育園など、緑地も多い。東京のランドマークである東京タワーも位置している。中日大使館や外資系企業も数多く立地しており、外国人居住者が人口の約1割を占める。東京都23区では一人当たりの所得が最も高い区である。 2005年の夜間人口は185,732人。これに対して、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの、区内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は908,940人で、昼は夜の4.894倍の人口になる。港区は、海岸埋め立て地から、武蔵野大地にかけて入り組んだ、高低差の大きい地形である。 都市開発の結果、多くの坂が江戸時代の名残を留める歴史的遺産となっている。芝地区、麻布地区、赤坂地区1947年3月15日、当時の芝区、麻布区、赤坂区が合併して港区となった。この際、各町名にはかつて属していた旧区名が冠された。その後の住居表示実施により幻想にしているのは 旧麻布区の2町のみとなっている。1979年の13号埋め立て地の埋め立て工事が完成したことにより、隣接自治体に江東区が加わった以外、港区域にはあまり大きな変化はない。区名の案は、あたご区、青山区、青葉区、飯倉区、三択などから、江戸城の南方を意味する城南区と東港区に絞られた。東港区は、 今後の我が国の発展は貿易の振興にあるが、その素材とも言える東京港を保合しているという理由で候補になったが、東港区では東京と東港区と似た音が重なるので、東の一時を除いて港区になった。港区では一部の地域を除き全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。 中日大使官僚時間大使館の機能を果たしている、基幹港区は、東京運輸支局本庁舎の管轄エリアで、品川ナンバーを交付される。芝公園の区役所本庁舎のほか、総合支所5カ所と、分室1カ所がある。企業や富裕な住民が多いことから税収が多く、都の普通交付金の対象外とされるほど、財政的に豊かである。こうした、恵まれた、 立地条件を活かして過疎地を含む各地自治体の物産販売や観光客誘致に協力する全国連携の港区事業を進めている港区は他の区と比較して幸福院の幹線道路が十分整備されている区内と周辺の鉄道路線図2004年度の鉄道駅別乗車人数ゆりかもめ頭部を 山手線が走り、都営地下鉄浅草線がそれとほぼ平行に走る。目黒方面から、白金高輪駅まで線路を共有している。都営地下鉄三田線と東京メトロ南北線がそれぞれ、皇居の南回り、北回りで、都心方面へ向かっている。東西方向には、都営地下鉄大江戸線と東京メトロ銀座線が走る。また、区の北西部を、 東京メトロ千代田線と東京メトロ半蔵門線が走る。東京メトロ日比谷線は区の北東部から南西部へと縦断している。また、中央本線の四谷品の町間のトンネルの位置、部分が元赤坂をかすめている。東海旅客鉄道東日本旅客鉄道東京地下鉄東京都交通局景品急行電鉄ゆりかもめ東京モノレール 東京都観光汽船、卑弥呼港区の名前通り、東京港に面しており、日の出頭や竹芝頭では、客船が発着する。江南、芝浦は一大物流基地となっている。また、大場や隅田川方面とは、水上バスで結ばれている。赤穂浪士の母所として知られる、千岳寺、徳川家の菩提寺である、増上寺をはじめとして由緒ある寺社が位置する。 江戸市街の外苑であったため諸大名の下屋敷が立ち並んでいた地域である。区内には国内外の有名オーケストラの演奏会が開かれるサントリーホールをはじめサントリー美術館、国立新美術館、森美術館、東京都庭園美術館、根津美術館など数多くの美術館がある。特に六本木地区にそれらの施設が集積しており六本木は上野に次ぐ 文化、芸術の街となっている。国立新美術館台場公園、サントリーホール、赤坂迎賓館ヒルトン東京台場ホテル大倉、東京慶應義塾図書館、旧館東京大学医科学研究所、国立私立外国大学の日本校私立、国立都立私立国立私立私立私立、公立私立私立,私立,立大企業や、外資系企業の本社から、ベンチャー企業に至るまで、 多数の企業本社や外国企業の日本支店が存在する。また多数の複合商業施設も存在する。また、民放のキー局は全て港区に本社を置いている。なお、百貨店、総合スーパーは一店舗も存在しない。東京タワーと港区の街並み富士テレビ本社、ビルテレビ朝日本社ビル港区には東京タワーがあり、これを親局としていた。 放送事業者の多くが港区に本社を構えている。また、芸能事務所や大手広告代理店の多くも港区に所在している。放送も近く外社テレビ放送民間放送テレビのキー局のすべて、ラジオ局のほとんどの本社社屋が遠く内に所在する。ラジオ放送皇族、家族政治科学者文化人、アナウンサー芸能人スポーツ選手その他、ありがとうございます。